はいどうもこんにちは、サンです。今回なんですけども、というか今回からなんですが、チャンネル登録者が増えるたびにコツコツと YouTube 関連のものを集めていこうかなと思ってます。そして今回がパート1になります。今回何を買ったかと言いますと、もしかしたら気づいてる方もいるかもしれません。動画撮影用にマイクを買いました。今までの動画と比べてどうですかね。かなり音質が良くなったと思います。今回購入したマイクはファインファインさんの K683A というマイクを買いました。ファイン通指向性、正面の音をよく拾ってくれるマイクで、コンデンサーマイクとなります。インターフェースなどは不要で、組み立てて USA ケーブルをつなぐだけですぐ使用することができます。自分のようなマイク初心者にはぴったりな商品でした。お値段の方を言いますと、 Amazon プライムで買ったんですが7000円しないぐらいで買いました。すごいコスパが良くて音質もいいので、かなりいい商品だと思います。音声は後取りなんですが、実際付属品を見ていきたいと思います。実際マイク購入したのも初めてで、にわかなところがかなりありますが、ちょっと温かい目で見ていただければなと思います。まず箱を開けて最初に出てくるのが取扱説明書。すべて日本語で書いてますので、しっかりと分かりやすく、組み立ても簡単にすることができました。次は USB ケーブルです。 Type-C と Type-A に対応してますので、 iPad もそうですが、 Mac や PS5 や PS4 にも対応することができます。次は三脚のマイクスタンド。その次はマイクアームに対応する交換ネジです。そして次がポップガードです。ポップガードが商品と一緒についてくるのがかなりでかいと思います。唾や息など予防してくれるので、すごい助かります。そして最後にマイクの本体があります。マイクの取り付け方は取扱説明書を見ながらやると、すぐ簡単につけることができました。USB ケーブルを本体につなぐだけでマイクを使うことができます。USB ケーブルをマイクにつなぐと LED のランプが緑色になります。緑色のランプの上がボリュームです。つまみを回すとボリュームを上げることができます。でランプの下にあるのがミュートボタンです。突発的に声を聞かれたくない時などはミュートボタンを押すと LED のランプが赤色になります。そしてマイクの裏にイヤホンジャックがあります。3.5mm のイヤホンジャックがあるんですが、こちらにイヤホンを挿すことで自分の声をモニタリングしながら声の録音をすることができます。説明してきたんですが、実際マイクのことは伝わったでしょうか。実際テイク何してるかわからないぐらい録音をしました。今まで Apple 純正のイヤホンジャック型の AirPods を使ってたんですが、やはり音質は見違えるほど変わりましたね。自分マイク初心者だったっていうこともあったんですが、7000円で買えてコスパも良くて音質もいいので、初心者の方で YouTube 始めたいよっていう方にもかなりおすすめな商品となっていると思います。では最後にですが、新しいマイクで1試合リアタイやっていきたいと思います。しっかり勝てるように1試合頑張っていきたいと思います。では行きましょう。うわー、外小馬さん来た。うわー、こういう時にね、外小馬さんが来るのか。一番復帰のおかりくん、久々だよ。どう起きるの。うわ、入るのか。いやー、ノイバッチ綺麗に流していったね。1番オカリクの2番ホタカさん、久々だー、この自分のベストの打順。なんかこの2人をね、並べたくなっちゃう。よし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 。うわー、父の来た。ゲッツーはね、やめたい。だったら内野フライの方がいい。完全な振り遅れ。まっすぐとかの方がね、すごい助かる。正面ちょっと多分今大きいの狙ってんなってね、多分相手思ってる絶対で、ちっちゃいので来る気がする。そこを打つ。お、来た。もう読み読み、あー、ちょチャンスついたぞ。智也さん MVP の実力を。はい、 OK。 あ、抜けた。しぶとくしぶとく、超チャンスが輝いたぞ。やっぱ大きいの狙ってんだなこいつと思うから、ちっちゃいの。あ、くそ、ストライクゾーン入れてよ。あ、切ってのか。ちゃんとね、球の回転に見極めれるようにしないとね。おお、あ、もう一点取りたい。あ、ボールじゃん。ここのところ調子のいいマイクの中にね。やばい、絶対走ってくるよな。先発ピッチャー今井、そしてファーストランナースタート。 OK、 いい、1点 OK ぐらいの気持ちで。
よし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 。うわ、全出し金本さん怖っ。いやー、相手もしぶといな。同じとこが、ここからどうするかだな。案外まっすぐ使ってたらよかった説ある。うわー、かゆか。さあ TS で今年こそ出てくれ投稿しよう。うわ、内部すぎる。よいしょ、えい、ゲッツ。うわー、うわー、そこ落ちんのか。パパとギャレット使えんの痛いな。てかまた変えるの忘れた。よっしゃー、ナイス。取れる。うわー、痛い。その2点マジか。外小葉さん相手に3点差か。なんかいろいろ喋ろうと思ったけど全然喋れん。 OK、コーヒー。よっしゃ、ナイスリリーフ。さあ3点差はね、一巡でつなぐしかないよ。バッターは秋山、インドで迎える最終回です。うわうわ、正面。この回のライオンズ打線ですが、わずか2球で初球時この打ち。いやっちゅう、諦めんよ。最後の最後の最後まで。さあ得点圏にランナーを置いています。もうここは何が怖い、何が怖い、何が怖い。よっ、いい当たり。うわ、えぐすぎるでしょそれ。オッケー、まだまだ諦めんぞ。大きいの打ったからちっちゃいので来るでしょう。だほ、そろそろ大きいの投げてもいいかなっていう感じで来た。うわー。